こんにちは、月島です。コンプレッサーを使いたいけれどパラメーターが多くてどこから手をつければいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。もちろん私も最初はそうでした。わからない中で試行錯誤して気がついたのはコンプレッサーについているプリセットを利用してみる方法です。だいたいどのコンプレッサーにもドラムやギター、ボーカル用にプリセットが用意されています。コンプレッサーを理解する最初の一歩としてプリセットを利用してはどうでしょうと思い、今回の動画を作ってみました。その際に必要となる手順は3つだけです。今回の動画では6つの項目に分けてお話をしていきたいと思います。それではまず必要な3つの手順についてお話しします。また動画の中で使用する DAW はスタジオ1とそれに付属するコンプレッサーです。はい、プリセットを利用してコンプレッサーをかけるのに必要な3つの手順です。1、プリセットを選ぶ。2、スレッショルドの値を決める。3、アウトプットゲインを設定する。この3つのステップを理解して音源に合わせれば、とりあえずコンプレッサーをかけることができます。それでは DAW の画面でプリセットを選ぶという最初のステップを行っていきたいと思います。はい、音源を用意してトラックに並べてみました。今回はドラムのキックの音を使用していきたいと思います。再生します。コンプレッサーをかけていきたいと思います。キックのトラックのコンプレッサーを開きます。プリセットの欄からドラムのキックを選んでいきます。BD はバスドラムのことでキックと同じ意味です。ロック1とロック2がありますので聞き比べてみます。まずロック1です。はい、次にロック2をかけてみます。再生します。はい、私はどちらかというとロック2の方が好みの音ですのでこちらに決定します。これでステップ1は完了です。続いてステップ2のスレッショルドの値を決めるに移行します。はい、ここではスレッショルドという値を決めます。スレッショルドは式1とも呼ばれます。ざっくり言うとスレッショルドという値を操作することでコンプレッサーのかかり具合、強くかけるのか弱くかけるのかを決めます。プラグイン上で見るとこのつまみになります。この数値を動かします。右に回すとかかり方が弱くなります。左に回すとかかり方が強くなります。またどの程度音をコンプレッションしているか視覚的に判断することもできます。それはゲインリダクションというメーターを確認することです。スタジオ1のコンプレッサーだとここに表示されています。ゲインリダクションという表記はないのですが間違いなくここです。再生してみます。はい、再生してみるとバーが動いてその隣にマイナス 4.60 デシベルと表示されています。これはつまりスレッショルドの値を超えた音を 4.6 デシベルコンプレッションしているということを表しています。では音を鳴らしながらスレッショルドを右に回してみます。グラフの形が変化して
マイナス 0.01 デシベルと表示され、バーが見えなくなりました。これはコンプレッサーがほとんどかかっていない状態です。次に左に回してみます。はい、またグラフが変化してマイナス 22.49 デシベルと表示され、バーも長く表示されました。これはコンプレッサーが強くかかってたくさん音をコンプレッションしている状態を表します。音もだいぶ変化していたのが確認できると思います。設定をプリセットの状態に戻します。スレッショルドの値を最終的にどうするのかは楽曲のジャンルや制作者の好みですので、あとは耳で判断して決めてください。私は6デシベル前後にコンプレッションするのが自然な音で好みですので、この音源の場合はこのプリセットの設定でいいと思いました。次はアウトプットゲインの設定です。はい、コンプレッサーというプラグインは音の大きい部分を設定した値でコンプレッションしますが、音を潰せばその分だけ音源の音量は下がります。下がったままだと都合が悪いので、アウトプットゲインを調整して音量感を戻します。そうすることによって音量の大きかった部分が潰されて、音量の小さかった部分が持ち上がってきますので、結果的に音量の大きい部分と小さい部分の差が縮まり、バランスが取れて聞きやすくなるといった仕組みになっています。実際にアウトプットゲインの調整ですが、このプラグインだとゲインと書いてあるここのつまみで調整します。またプラグインによってなのですが、オートというボタンが用意されている場合があります。これはアウトプットの音量をプラグインが自動で判断して決めてくれる便利なボタンです。初心者の方はこれを押してしまいましょう。ただ全てのプラグインでオートのボタンはついていませんので、ない場合は自力で調整します。プラグインをオフにしたりオンにしたり、インプットとアウトプットの音量のバーがありますので、これらを活用しながら音量感を整えます。以上3つのステップでプリセットを利用してコンプレッサーをかけることができます。私が DTM を始めたての頃はプリセットを一生懸命選択しましたが、スレッショルドのことをよく分かっていなかったので、トラックにコンプレッサーを挿入してはいるものの全然かかっていない、もしくはかかりすぎという残念なことがよくありました。このスタジオ1のコンプレッサーにはギターやベースなど一通りの楽器に対するプリセットが用意されています。それぞれの楽器に当てはまるプリセットを選択してみるといいと思います。はい、プリセットに慣れてきましたら、アタックとリリースの値を見てください。今回はざっくりとした説明になるのですが、アタックを左に回すと早いタイミングでコンプレッサーが動作し始めます。リリースはどのタイミングでコンプレッションをやめるかを決めます。早いタイミングでやめるか遅いタイミングでやめるかです。それにより同じスレッショルド値に設定していたとしても音が変わってきます。これに関しては複雑な話になりますので、また別の動画でお話ししたいと思います。ただプリセットになれましたら、ここの値をなんとなく見ておくとコンプレッサーをより理解できると思います。例えば今回使用したロック1とロック2のプリセットでアタックとリリースの値はどうなっているのか、またそれによって音はどう違うのか考えてみると面白いと思います。ちなみにロック1はアタックは早め、リリースはちょい遅めです。ロック2はア
アタック、リリースとも遅めに設定されています。これは、ロック1だと、キックの音の出始めから終わりまでをコンプレッションしている感じの設定です。ロック2は、キックのアタック部分は原音のまま残して、後半の減衰していく部分を持ち上げて存在感を増していく感じの設定です。この辺を理解していけば、自在にコンプレッサーを使いこなせると思います。いかがだったでしょうか。おさらいになりますが、今回はとりあえず3つ理解して試してみてください。プリセットを選ぶ、スレッショルド値を決める、アウトプットゲインを決めるです。楽曲のミックスにおいてダイナミクスコントロールがうまくいかないと、音数が増えてきた時にまとまりがなくなって最終的な音圧が稼げなくなるというのが私の経験です。ですので今回の内容を参考にしていただいて、コンプレッサーの苦手意識をなくしてもらえれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。